日本を代表する名湯の一つ有馬温泉。日本最古の自然温泉といわれるこの温泉は、古くから湯治場として多くの人が訪れにぎわってきました。この温泉地に新名所が誕生しました。伊都、兵庫県で唯一残っている芸妓の組合有馬見番が運営するカフェバーです。芸妓っていうのはどんなんやってるのを見ていただきたいのと、有馬にもやっぱこんなとこは素敵なとこはできたんやと、まあ、気さくにまず来ていただくのが何よりなんでね、まずそれですね。ただ芸妓芸妓言ってもわからない方がいらっしゃるから、こういう文化とか仕事を残していかないかんと思いますので、まあ、唯一の見番やから、だからそれを絶対願ってますね、私自身が。もう有馬温泉には古くからお客さんが湯に入る時の世話をしたり、宴で歌ったり踊ったり、おもてなしをする仕事の湯名といわれる人たちがいました。それが有馬芸妓の始まりです。その後有馬見番が作られ、1950年代には置屋は15軒、およそ160人の芸妓さんが在籍していました。その置屋の一つを祖母から受け継いだのが三代目の雛代さんです。二十歳の時、それは突然の出来事でした。祖母が亡くなって母が続けられると思ってたのが、まあ、あなたが芸妓に出なかったらできないですよ、続けないですよって言われて、え？権利はあるのにね。当時勤めに出ていた雛代さん、置き屋を継ぐには雛代さんが仕事を辞めて芸妓になるという条件がありました。もうよもや自分がなると思ってなかったので、絶対に嫌だと思ってたので、それが降りかかってくるからどうしようと思って、でもみんな応援してくれる方がいてるし、おばあさんの時代に芸妓さんが何人か残ってましたから、その人たちもやっぱり頑張らないかんのに違うとか言われて、まあもう泣き果てっていう感じの半年後ぐらいにやっぱり出ました。下流会で育った雛代さん、小さい頃から芸事に親しんでいたとはいえ、いざ入ってみるとそこは厳しい伝統芸の世界、苦労したと言います。最初のね 2,3 年は慣れるのと、すごく人数が多かったですからね、若い人なんかのやっぱ競争の中に入ったらもう一番新米ですので、そんなに何もできないじゃないですか。必死で覚えないかんっていう方へちょっと気が立ってたんで。